そうじゃ、ないしたがらず奪うことが好きな連中じゃ。炎はまだ消えませんか。今よ、何度聞いても変わりやしない。いくら仏を掘ろうとも、炎鎖の炎は消せぬ。お人で目が死ぬ。そうじゃ、何じゃ。もしその時が来たなら、 狼殿もいらしたのですね。私は仏を彫る音を聞くのが好きで、時折ここを訪ねるのです。お前さん、そいつをその指をどこで手に入れた？落ち谷の獅子猿が食らっていた。そうか、猿の腹の中とはな。 そいつは貸しな。お前さんの忍び義手に仕込んでやろう。ではな、また久しくらいなら貸してやろう。